よし、レッツゴー。今日は結構ね、お客さんが多いから声をかけられることが多くて、だいぶもうお祭りフィーバーでした。子供たちもね、ちょっと牧歌さんの荷物を背負ってもらったりとかして、遊びすぎて今9時40分、こっからペース上げて背負ってきます。ちょっと太陽の位置が変わってきたんかな、影がねいつもとちょっと違うかな。あの熊の時に子供を背負っていた親子が今おせがはらでは歩いてます。いくつっすか？3歳です。3歳だ。上の子が7歳で、下の子が3歳です。3歳でもそうやって歩けるんだな、いいっすね。今回大手は初めて来てみたんですけど。あ、そうなんですか。上高地とか、はい、あと奥根っこの千条ヶ原とかは、はい、歩いてたりしてるんで。いろんなところじゃ歩いてるんだ。歩かせて、大手もいいタイミングで来てくれましたね。こんにちは。今いいタイミングなんですか？なんか全然わからなくて。あ、そうなんですね、はい、今日は天気良くて、暑すぎないじゃないですか。そうですね、あ、やっぱり暑すぎる時もあります。はい、あ、やっぱりこれね、あの日陰ないんで、直射日光が直で来るんで。あれ、お疲れ様です。五十嵐さん後ろいます。今日だからのんびり歩くには最適な日です。気持ちいい。じゃあまた抜かれちゃうと思うんですけど、出発します。まだね、梅鉢草も林道も秋穂の草も宮間秋の麒麟草も見れて、最後の大勢の花たちが綺麗に見れます。まあ3連休がちょっと台風の影響で雨かもしれないから、そこはね残念だけど、でも今日はねお客さんも結構多くて、天気も良くてフィーバーしてます。尾瀬ヶ原、双子なんだ。双子です。あ、すいません、ちょっと、お、またいいですか？さっき背負ってくれたんだよね、荷物ね。あ、ちょっと緊張してるじゃん。ちょっと緊張してるよ、動画撮影入ったら。どうだった？さっき荷物背負ってみてさ、どうだった？重かった。重かったでしょ、うん、でも体重が25キロくらいだもんね、うん、だから倍だから50キロ背負えるから、じゃあ今度大勢に来たら50キロチャレンジ、チャレンジやってみようか。双子なんだ。じゃあこれから渋山行くんですね。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。今日気持ちいいよ。富士山に行ってきました。あ、そうなんだ。0合目から。あ、すごい、ね、頑張ったね。行ったの？山頂まで行った？お、すごいね、じゃあ今日は私物さん、いいね、へえー、いいっすね、はい、でもまたいい出会いがあってよかったです。そうですね、今日は結構いろいろ、お、危ねえ危ねえ、すいませんね。じゃあ楽しんできてください。ありがとうございます。 YouTube も見てください。はい、お気をつけて。はい、ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございました。こんにちは。すいません、ちょっと止めちゃって。ありがとうございます。あの子と今前にいるあの子もボッカチャレンジやってくれました。
ありがとう。どうだった荷物？重かった。重かったでしょ。体重何キロくらいあるのかな。今20キロ。ああじゃあ40キロは背負えるから。だからお母さんは全然背負えるくらいかもしれないね。やる気になれば。すごいね。尾瀬初めて？尾瀬初めて？初めてです。初めてだったんだ。今日気持ちいいよ。今日最高だよ。今日どこまで行くの？牛首だ。牛首までね。もうちょっとで着くからね、牛首はね。尾瀬ヶ原ゆっくりのんびりしてきてよ。ねえ、また俺抜かれるかもしれないけど、また会ったらよろしく。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。またね。バイバイ。バイバイ。わかるかな、見晴らしの方だとね、防災ヘリが飛んでるね。やっぱお客さん多いから怪我人が出ちゃったんかな。結構油断してるとね、怪我しちゃう人たちもいるからね。せっかくの大関だから。こんにちは。こんにちは。やっぱりね、安全管理、自分の体力っていうのをね知ってね、段取りとか準備をして尾瀬に遊びにいらしてください。結構ね、見晴らしまでね行ってもね、帰りもあるから、やっぱ帰りの分の体力っていうのも自分にはそれがあるかなとか、しっかり考えながらね歩くっていうのもね大事なことだから、そこら辺ね、まあ気持ちよくてのんびりできる尾瀬ヶ原なんだけど、体力は人それぞれだから、自分に合ったペースと自分に合ったプランでね、まあ無理しないっていうのが一番いいから。なんでだって鳩町峠に帰るんだったら最後は登りだからね。それもやっぱ頭に入れて計算しないと、最後ね辛い思い出で終わっちゃうから。俺がね小学校の頃とかそうだったから、尾瀬は辛い。五十嵐さんが来ました。追いつかれちゃうな、これは。早っ。俺気づいたらもう後ろにいたっすね、五十嵐さん。忍び足だ。すげえな。さすがっすわ。ちょっと YouTube のリアルなシーン。ちょっとね、やっぱり五十嵐さんと、五十嵐さんの姿とか声とかをね、撮りたいなって思ったら、ここで走る。なんかもうちょっとね、この荷物をね、やっぱり今日は65キロだけど、70キロとか80キロとか背負ってる時も動画撮影やってるから、なんかそこをね評価してもらいたいなと思ってます。走ってます。こんな感じでね、ボッカさんを撮るときは走るときも必要です。お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。走ってきました、五十嵐さん。今日なんか怪我人が出たんですかね。防災ヘリ飛んでますね。気づきました？多分あれ白と緑だから多分防災ですよ。あそこでホバリングずっとしてるから、今多分救助隊を下ろしてお客さんっていうか患者さんを準備して、多分見晴らしっすね。はい、やっぱお客さんが多いから怪我人もやっぱ
それなりに出ますよね。そう、五十嵐さんも怪我人だから。五十嵐さんこれ俺が後ろからえいってふくらはぎ蹴っ飛ばしたら、五十嵐さんも次に防災ヘリ。渡辺さんに五十嵐さん押せんすよって、階段押せんすよって言ったら、あの肉離れは牧歌を中断しないと治んねえかんなとか言ってました。やっぱり分かってたんです。はい、あれ誰かやったことあるんですか。いや、渡辺さんもねあるらしいですよ。でもそれがちゃんとしたその肉離れなのか、なんか肉離れも筋がどうのこうのなのかっていうのが分かんないけどっつってた。なんかランクがあって、ランクとなんか度合いが肉離れの、はい、軽めのやつと、はい、今度なんかもうつま先つけたらもう痛いってやつと、はい、もう完全切れてるやつと切れてる切れてるって。切れても完全にアゾになるから。ああ、なるほどね。血が死んでね、内出血だ。切れたあの感触もあるんですか。ここから筋肉。はい。わかるわかる。でもそこまでじゃないんだ。なるほど。じゃあ肉離れじゃ肉離れなんですかやっぱり。多分軽い。軽い？こんにちは。こんにちは。休憩します？はい。お疲れい。お疲れい。五十嵐さんなんか地味に汗かいてる。鼻の先端に汗が当たれた。え、見えてた？見えてました。だからちょっと疲れてんなと思って。今がチャンスって思って走ってきましたね。ここはだってずーっと前もう 2,3 回休んでっからいいけど。ここで1回目でしょ。俺はもうここで3回目だ。重さも違うし。そこはうるさい。そこ内緒でお願いします。まあ言ってるけどね、65キロって。さっき子供たち、背負ってくれた子供たちも会えたから。ああ、いたいた。はい、あの感想をちょっと聞いてみました。重かったっつって、当たり前の答え返ってきました。まあまあ。まあそれしかないよね。でもこれから渋津さん登る人と、ああそう、これから尾瀬ヶ原行く人で2組いたんですけど、おうおう、ああそのあの双子のしましまのボーダーの子たちは、おうおう、この前0号目から富士山に登ったらしいですよ。へえ、今日は渋津さん登るっつって山一家。こんにちは。山いいもん、ね、今日山最高でしょ。行ってる場合じゃないの。背負ってる場合じゃないですね。今日山最高だよ。本当だ、風強いかなと思ったけど風全然平気っすね。大体わかるけどね。うるさ。次どこですか休憩は。仕組みの手前の。マジか。じゃあ俺は急いでまた待機してますんで。ずっとヘリが飛んでるから。五十嵐さんさっきのところから全然来なくなったけど誰かと喋ってるね。多分若い女性の方なんじゃないかなと。五十嵐さんが全然来ないわ。多分あと10分くらいはね喋ってるんじゃないかなと。この川もすごいことになってるね。こんにちは。こんにちは。お、今ヘリがまた見晴らしの方で低くなって救助してるね。こんにちは。うわ気持ちいいわ。今日もか。飛んでいきました。
YouTube の見てるって、はいはいはい、監督とお会いしたんです。はい、あの私ハゲロワスト監督でございます。やったじゃん。はい。ちょっとせっかくちょっと締め通して。でもあれなんですよ。いっぱい喋ったけど、あ、ちょっと撮影しても平気ですか？映らしてもらってもいいですか？僕ら。はい。いいですよ。いいじゃあ僕だけなんだ。はい、ありがとうございます。じゃあ明後日 YouTube 上がる。上がりますね。これはお客様コラボです。でも結構喋ったけど、後半になってYouTube 見てますって言ったから、あ、見てる人だったんだと思ってはい、かん、あ、全然、あの、この、あ、そっか、写真撮っ、今撮ってるんですか？あ、今撮ってました、視聴者の方です、こんにちは大勢、昨日泊まられて、今日2日目ですか？そうです。で、昨日も井上さんに会ったんですか？そうなんです。はい、ありがとうございます。はい、監督兼ディレクター兼カメラマンの萩原雅人と、ただ出演してるだけの五十嵐さんですただ言いたいこと言ってるだけです写真、そうです、今から写真撮影が始まるので、また来ます。あ、ぜひぜひまた来てください。じゃあ今からちょっと写真撮りましょうか。ディレクター写真撮ります。ありがとうございます。はいはい、お、このことについて言っちゃうと、ここから来たんですよね。あの山の畑、そう、あの動画のちょっと詳しい詳細が、あの人は向こう側から橋を渡って今の真横を通って来たんですよね。あれすみません、あれって熊がいいって、あの画像ってどうですか？あと向こうは川上橋、短い橋、ここから行くと1個、2個目の橋です。おられましたね、ここに。これはこっちから来て止まって、向こうの人は、あの赤い坂の人は向こうから渡ってきて、熊の脇を、熊逃げねえなーって渡ってきて、で、たまたまですよとは言ったんですけど、あの、子熊がいたんで。危なかったんですか？危なかったんで、その人がこっち来たけど、写真撮りたいから居座って、進まなくてずっとそこ行って、で、そこで止めといたんですよ。向こうから渡ってきたけど、なんかもう熊の方気になっちゃって、いや、だから、うん、後ろ見てこうやって下がれて、はいはい、みんなこう、だあの人は多分動かないから、あの人はもういいやと思って、はい、他の人は下がってあれでも見たら結構母熊でかかったし、いや、でかかった、結構でかかったです。小さくなってたっちゃって、はい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 、ちょっと怖かったですね。そうですね、さすがにあの子熊子供連れてるとやっぱ危ないんで、多少なんか子供いたからね、あの時は。が見てたら、はいはい、ここにいるクマが2家族か3家族って誰か言ってたんですよ。あ、俺が言ってました。言ってたよね。その尾瀬のエリアで、2家族のクマがいて、で、子供2匹連れた母グマの3匹がずっといて、で、その1匹が親離れして違うところに行って、あともう一家族、あの山の花エリアにいて、今日もいたんですよ。今日もめちゃでかいのが木道にいて、それも撮影してきました。山の花？はい。天馬湿原っていう。山の花から鳩町へ上がっていくところの、あのちょっと水場所が、あのちょっと上がって階段になってるところ。の手前、ちょうどあの鐘。はい、熊の鈴の鐘が。おるらしい。はい、もう近くにいますよ、全然、熊は。熊の方が頭いいから、匂いも、鼻も強いから。だから、水ならとか、ああいったやつのミータとか、はい。キノコとか、って言ってましたよね、はい、そうです、そうです。今年はでも、ブナの実が豊作な年なんで、今年はブナっていう木に熊が乗っかって、実を食べてるっていう現象が多いかなとは。なんかね、聞いたらね、北アルプスあたりも花粉めちゃめちゃ多くて、はい、花粉が多かった。そうなんですよ、冬ね、花粉が多かったです。なんかスノボやってても花粉で滑りが悪い、滑りが悪いんです。何なんだろうこれと思ったら、俺 YouTube で来たもん。そう、俺、はい、俺です。もう YouTube の情報といろいろがごちゃごちゃになっちゃってます ね、 すね。はい、 YouTube でちゃんと見てくれてるちゃんと見てくれてます。
はい、俺が言ってました。もう全部俺が言ってることでした。俺が入って、入って、言い返してる。面白い。絶対流します。そう、ボードのソールに普段の花粉がいっぱいついて、はい。そうですそうですそうです。だからやっぱスノーボードで冬遊ぶのもやっぱりそういう言葉があったりとか、やっぱり日本は春夏秋冬があって。ここね、ちょっと話したんですけど。はい。鹿ね、やっぱ相当あれですか、あの日光きすげだとか、はいはい、食べたんでフェンスかなり張りましたよね。かなり張りました。やっぱ鹿多いんですよね。多いです。めちゃめちゃ鹿がいます。鹿でも昼間はなかなか見えない。夕方とか人がいない時間帯だと出てくるんですよ。ファンが多いですよやっぱり。いやさっきね、あの子とね、あの子ね、しょったんですよ荷物。ねすごいね。でもこれなんか73だね。73あ、そうなんですね。あの学生 の, どあの大学の時の同級生と。へぇ、それでその時はいきなりまたからあの男性と入ってきて、へぇ、あの話止まって男性が抜けたんですよ。あ、で、だからだあの男性だから水が多かったんですよ。はい、あっちなんかも何回も転んで、あぁ、スポーツも抜けた。そうですね、怖いっすよね、あの雪の時期は、ほんと。全然違うよね。あっという間にもう。ちょうど6月の半ばぐらい来ると、あの一面茶色なんですけど、そこから新芽の下の緑がちょっと出始めて、泡がギリギリ泡緑が。その綺麗。その様子はこの YouTube で全て見れますので、5月下旬から撮ってますので、ぜひね。山頂の滝だったらまた春、まあ6月中旬下旬かな、雪がない時とか、そのくらいが雪解け水の勢いがすごいから、話がかかりますけどね。はい、話がかかります。トリカブトですかね。トリカブト、あ、林道、ここら辺だったら林道じゃない。トリカブトもそうだね、樹林帯だったらトリカブトか。結構多いですね。結構今年ね、お花が本当に全体的に多い年ですね。今年最高ですね。こんなシーズンなかなかないっす。また来てください。ありがとうございました。勝手に YouTube に載せてしまいます。視聴者の方でした。ありがとうございます。17日です。そうですね、20日くらいかな、載せるのは。頑張れば今日やっちゃいますけど。はい、今後ともお願いします。全然。嬉しいね。ラッキーって感動しました。これ聞いた人に会って言い返しちゃおうぜ。そうって、俺もそんな当たり前。初めて見ました。初めて見たね、この現象は。いや、ジャパニーズポーターは本当に全部見ました。ありがとうございます。めちゃめちゃ見てくれてます。あ、どちらからいらしたんですか。立川市。立川だ、東京だ。バスがね、はい、練馬から直接来る。あ、なるほど。はいはい、じゃあまた来てください。もちろん。日光きすげあたりですね。そうですね。また来年どうなるかは分かんないですけど、今年みたいな綺麗な日光きすげがまたね咲いてくれたらすごいことになるんで。今度はフレンチ食べたいな。ああ、ぜひぜひぜひ。おぜ小屋でね、はいはい。めちゃめちゃ美味しいです。はーい。ありがとうございました。あ、今日ここまでだもんね。また登場。そうだね、まだあれだもんね、お父さんと妹はいるもん、ね、そうなんです。でも結構なんだろう、帰りもあるからもうのんびりするのもおすすめですよね、今日はね。でもまだちょっと余裕があるから。そうだね、余裕があればもう行ってみる。妹はパパが応援するから。そうっすよね。なるほど。
頑張るんだね。じゃあ俺たちももうちょっと、俺たちはもうねお腹いっぱいあんだけど行かなきゃいけないからね。あと何キロぐらいですか？あとね3キロくらいですかね。あ、そうなんですね。いつも見てます。お、見てます。今日もいきなり視聴者撮っていいですか？ちょっと、ちょっといいですか？すいません。こんにちは。こんにちは。見てくれてます。ありがとうございます。今日で何回目ですか？僕は3回目かな。あ、結構じゃあ来てますね。今日は家族を連れて。お、こんにちは。いいっすね。今日最高ですよ。いや、あのずっと晴れるのをずっと待ってたんですよ。なるほど。今日はずっと多分晴れる予定だね。そうですね。だんだん雲は出てくるとは思うんですけど、今日はちょっとこのちょうどいいよ今日。最高ですね。あ、でも晴れ、ハロが明日、明日、明後日とかちょっと崩れるですね。今日良ければいいもんね。泊まりですか？泊まり？日帰り。あー、行って帰る。あー、一番いいですね。よっしゃ。いいっすね。いいな。そうっすよね。初めてのご家族の。あ、今後ともジャパニーズポター見てください。あの、ふざけてやってますが。はい。あの、地震の話面白かった。あ、こんにちは。はいはいはい、地震の話信じますか？地震の五十嵐さん。信じます。信じます。俺は信じねえんだけどな。よかったっすね、信じてくれて。リアル視聴者が信じますよな。信じてくれるの嬉しいっすね。はい、すいませんね、撮ってて。お疲れ様です。じゃあちょっと行ってきますか。行ってらっしゃい。はい、俺はちょっと行ってきます。じゃあ、今日三原市のね、日打ち小屋っていうところで。はい、はい、多分また会うと思うんですけど。三原さんどこまで？その三原市の社小屋っていう。今日は撮りながら一緒に、はい、ちょっとまあ俺は飛ばします。すいません。あれで、まあ、どちらからいらっしゃるんですか？千葉県から。わー、ありがとうございます。こういうところから初めての大勢のんびりしてきてください。できます。危険寄りかかり、腰掛け禁止だけど、ここはボッカさんの休み場です。お疲れ様です。お疲れ様です。うわ、怖っ。むず。おお、危ねえ。これ乗ってねえじゃん。これね、足乗せんのがめっちゃむずい。こうやって。こんにちは。さあ、スタンディング休憩中です。ボッカのマー君。いや、全然全然。何そのポーズ。マー君、ほら、寄りかかり、腰掛け禁止。あ、もうね、あの、ボッカさんの休憩場所に、あの、俺がしました。こちら、ボッカさんの休憩スペースになってます。だから、誰が何を言っても、いや、俺たちだったら大丈夫なんです。危な、危な。ちょっと今日遊びすぎですね。写真撮っていいですか？はい、いいですよ。スタンディング休憩中です。スタンディング休憩。でも足がね、もうだいぶ疲れてます。よいしょ。おお、重い。80キロに感じる。全然休まなかったよ今日。お客さんと喋ったばっかりで全然俺たち進まないですね。なんか休みすぎて、はい、ふくらはぎ気をつけるの怖くなっちゃった。固まっちゃった。ああ。
一回から休憩が長くて頭切って足怖い。今やっと温まったから。あ、なるほど。あんま休みたくないんだよね。なるほどね。いつも通りの所有をこれからはじゃあやっていきますか。今日渡辺さん早いから。そう、今日渡辺さん東電小屋で。でも今日寄ってたら下げ荷があるから。ああ、じゃあいいじゃないですか。この間の。はいはいはい。だから多分それも計算してるのはちょい早で。ああ。で、俺と五十嵐さんが鳩町に帰る頃にはまあちょうどいいと思ったけど、うちら思ってる遅いから、ね、やばいっすよ。お客さんとお客さんコラボが充実しすぎ、充実しすぎてまして。まあしょうがない。うん、しょうがない。そういう日もある。渡辺さんには悪いけどしょうがない。でも五十嵐さんと俺結構こうやって撮ってるから、五十嵐さんと俺が見晴らし行く日はあの時間かかっちゃいますね、結構ね。かかっちゃう。撮影もしてるから、撮影もしてお客さんとも喋ってとか、山小屋ともね交流するしね。そんなことしてると時間がすぐ過ぎちゃうんですよ。おせんだよって言われそう。絶対言われる。おせんだよ撮りたいな、おめえらよ、おせんだよってリーダーはいつも言う。でもいつも言うから、すいませんつって、でそのすいませんって言ったけど、そのすいませんすぐ忘れる。今日はしょうがない。今日はね、3連休の初日で、てか明後日ですね、俺と五十嵐さんのお瀬沼は。明日でしょ。明日か。あ、明日か。あっちゅう間やん。じゃないと台風来るのかな。台風でもハロが出てるからね、多分天気は崩れるっすよ。まあね。ハロー。肩痛いっすね。あのスタンディング休憩が効いて。あと1組から雨っぽちだから。やば。あ、俺もっすよ。俺も牛首からスタンディング休憩で今です。こんにちは。まあ11時半には着きたいかな。今ね、11時前です。つけねえな。つけねえな。42分だな。11時じゃ、俺は11時45分を目指そうかな。ここからがいつもの感じですか。そうっすね、ちょっと切り替えて、こっからはちょっとお客さんとの交流なしで、じゃ俺たちに喋りかけないでください。遅くなっちゃう。遅くなっちゃうから山小屋に。いや、もう前半ちょっと喋りすぎた。でもお客さんもね、結構っつうか、なんかもういい人たちじゃないですか。だから喋っちゃうんですよね。喋っちゃうんですよ。なんかシンプルに本当素直な感じで質問とかくれるから。遅くなるって心配してるのは、はい、渡辺さん。渡辺さんが早いんじゃねえかっていう、そっちの。そうですね、心配だもんね。はい、の心配。あの小屋には別に遅くならないから。そう、小屋には遅くならない。仕事はちゃんとやってますからね。そう、遅く到着するわけでもないけど。そうですね、渡辺さんが早いんじゃねえか。渡辺さんのせいですね。だから行くよ俺。はい。本気の勝利です。お、五十嵐さんが背景になって写真を撮られてます。結構あるあるな現象。全然ね、写真を、ぼっかさんの写真を撮りたかったら写真撮りますねとか声かけてもらったらね、全然ウェルカムなんで。大場さん以外は、大場さん以外のぼっかさんの写真ね撮りたいなって思ったら、まあ一言ね、こっそりね撮ってる人もいるんですけど、こっそり撮ってるのも俺たち見てもうバレてますので、あの撮らせてもらいましたとか言ってもらえたら全然ウェルカムな対応をしますので、声をかけてください。
何時でしたか？11時7分。7分だったら11時半には着くかな、うん、言ったね、うん、着いたらいいよ焼肉、いいよ、イエーイ、走るぜ。11時半に着くっしょ。7分でしょ、着いちゃいますよマジで。着いたら焼肉ですよ。着かなかったら何もないです大正寿司、後輩から怒られる、いいのかな先輩として。それでね、俺は後輩に怒られたことはあるあるなあります。言ってね、健三だってね、俺の年下で3歳くらい年下なんかな。27歳か。で、俺が今29歳だけど。でも健三なんか今、おまさととか言ってるからね。まあこの前の健三のおにぎり食べた動画で、社会人として、ね、そんなことしてるんじゃないぞみたいなコメントが来て、で一人の視聴者の方が返信してくれてましたけど、すいませんね、ああいうコメントが来るだろうなとも分かっていたけれどもタイトル思いつかなくてやってしまいました。まあもちろんね、拾ったおにぎりではないし、ちょっとね、五十嵐さんと健三の小芝居だったんですけど、勘違いしてしまった人もいるみたいで、そこら辺はちょっとすいません。視聴者のコメントの方のね、方もね、優しくこう拾ったおにぎりじゃなくて小芝居だったんですねとかっていうコメントをねくれたから、ちょっと逆に気遣わせちゃったかなって思って反省しました。11時半に到着すれば五十嵐さんから焼肉をおごってもらうって思って、こう飛ばしているところ前を見るとお客さんのカバンがイギリスとアメリカ、ちょっと面白くて動画撮影してます仲いいね。ただいまの時刻11時12分です。これは狙えるペースに来ています。まあ五十嵐さんはね、全然お金に困った生活をしてませんので、俺にね焼肉をおごるくらいなんじゃないらしいです。ただいま11時12分です。絶対ついてよ。絶対つきますよ。絶対つかない。そうなんですか。断言でいい。へえ。舐めてんな。俺がもう勝負勝ったな、これ。舐めてんな。絶対無理。はい。右がイギリスで、左がアメリカ。英語が好きなんかもしれないですね。だから、ボッカっていう感じじゃなくて、俺たちジャパニーズポーターですの方が、響くんじゃないですか。俺たちは、ジャパニーズポーターです。いいペースやないの、五十嵐さん。参ったっていう、ごめん、マー君。舐めててって。言わせちゃうよ。最後の調和で。はい。五十嵐さん、ゆとりでしたわ。っていう。へぇー。へぇー。こんにちは。アメリカとイギリスのリュックで、後ろから動画撮っちゃいました。仲いいっすね。さあ、いいペースで来てます。ただいま、11時22分。30分までに竜宮、クリアだね。これはもう五十嵐さんに、
焼肉おごってもらうの決定です。ちょついでに健三も誘おうかな。ついでに健三も誘います。はい、11時23分到着。あー今日もここは穏やかだ。あー疲れた。お五十嵐さん、11時23分に到着しました。あれ、三原市までじゃない？ここまでです。ここまでだと、ここまでじゃ間に合うじゃん。はい、だから、送ってもらいますよ。いや、三原市って言ってたし。言ってないですよ、竜宮。動画見返してみて。そうですね、動画ちょっと見返してみます。これ、三原市って聞いてるから、三原市。三原市に30分なんか行けるわけないじゃないですか。行けるわけねえよって竜宮までどっから回るか、その自信が湧いてんだと思ったもん。なるほどね。つけるわけねえじゃん。いや絶対つけないですよ。そうなのに言い張るから。どっからその自信。いやここまでですよ。じゃあね。だ健三もついでに焼肉誘いますね。歩きにくい。なんとね、ここの道も良くなります。最初はね60メートルって言ってたんだけど、72メートルだっけな、6メートルだっけな、どっちか70何メートルか、ここの道が良くなります。よかったよかった。今日五十嵐さん社小屋だからね、もう到着します。俺もこの後ろの日打ち小屋、あともう少し。ほらこの見晴らしの、ここは梅鉢走ロード、めちゃめちゃ咲いてる。ほらめっちゃ咲いてます。見に来てほしいな、梅鉢草かわいいんで。腹減った。あ、そう、なんかここね、なんかいじってましたよ。バックフォーで。なんか変わった。あ、なんか変わったけどわからないな。はぁ、12時前に着きましたね。42分ね、6米だった。あ、これ無理だわって思って。まあでも、焼肉ですね。ここまででしょ。ここまでだったの。竜宮です。見返した方がいいでしょ。だから、健三とお願いします。ゴッチでーす。何そう、健三くんが入ってくる。いや、いいじゃん。健三お願いしますよ。健三も頑張ってるんですよ。あ、出た。みんな頑張ってます。結局そうでしょ。はい、みんな頑張ってます。みんな頑張ってから。俺が一番頑張ってる。俺が一番頑張ってる。負けない、頑張り。よだれ垂らすよ。よだれ垂れちゃった。おぜ小屋の下げ煮が出たから、八代小屋でご飯食べたら、おぜ小屋寄って下げ煮を背負って帰るって感じですか。でも出発は、はい、お客さんで、はい、最初のコラボ、初めてライブ配信やった日、はい、オートマークの畑かなんかから、ああ、はい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 、それ見てて、はい、見てた人と会って、昨日、へえ、あいずですって言って、あいずです、で俺があいずどこですかって言って、金山とかあいず若松ですとか言って、はい、そしたら、で俺ニーツルですとか言って、はいはいはい、でしたら、その最初のライブ配信で、あの福島ですって、コメントくれたっすよね、その人、あ、その人だったんだ、福島ですって言って、はい、俺が福島はっていうことは、福
島県会津じゃねえ人だって言ったし、そう言ってましたね。なんか会津だったら会津って言うって、会津だったら絶対会津って言う、言ってましたね。それを言ったのを、はい、ずっと根に持っているさすが会津の人だ超面白いじゃんうわ、根に持っててください。ずっと女の人だよ、この野郎五十嵐っていう気持ちでね、女の人でまた大勢に来てほしいね。一番のやつ入れた人じゃない人が、はい、あのそれを五十嵐さん言ったやつを、はい、根に持ってて、それを報告したくて大勢に来てくれたんだ面白すぎだろそれそういう人は募集してます根に持ってた、ずっと根に持ってた。さすが会津の方でしたね。やっぱ会津はこういう五十嵐さんみたいな人いっぱいいるんだなって言うと、アイスの人がまた荷物でしょそうなんだ、荷物から、ね、じゃあアイスの人とは俺多分仲良くなれないかもしれない。一回なんか嫌なことされたらもう一生根荷物、一生根荷物それがアイスの人間なんですか。絶対忘れないから、やめと、じゃあもう俺無理で、無理ですわ。言われたことはもう絶対忘れない、もうやばいっすねそれは。じゃあいか忘れた手にはしてるけど、ああ心の底ではだって五十嵐さんのドラクエとかもうちにあるけど、どこにあるか分かんないもん、もう根に持ってるっしょ、もう根に持ってるもう根に持ってもう何よ、新しいドラクエ今やってるから、ね、あ、やってんだね、暇じゃん、まあ、忙しいんで暇じゃないですか。またゲームやって、ゲームが始まったら五十嵐さん、じゃあそっか、そろそろ魚が終わるからね。忙しい時に時間を作るっていうのが大事、時間を作る、やる時間を作るっていうのは大事。なるほど。暇な人ほど、ね、何もなんか時間作んなくても、はい、結局何もしないで終わるでしょ。なるほど。忙しい人ほどちゃんと時間を作ってやるでしょ。なるほど。そういうこと。ちゃんとお疲れ様でした。